男性が結婚している女性を好きになるのにはこんな理由があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性が好きになる女性の中には結婚している女性がいるんです。むしろ結婚している女性だからこそ好きになる、そんな男性もいる。今日はそんな男性の特徴や男性にそう思わせる女性の特徴について代表的なものを6つご紹介をしていこうと思います。あなたが結婚しているか結婚していないかに関わらずね、あなたの思いや考えをどうすればお相手にうまく伝えられるか、どんな風にすれば自分のね考えを言葉にすることができるのか、そんなお話はこういうセミナーで詳しくご紹介もさせていただいています。こちらに画像が出ていて、日程場所下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますので、日程場所をご確認いただいてご都合よければね、こちらにお越しいただくと僕が喋ってるんで、いろいろね僕に聞いていただくこともできるんですが、今日は既婚女性というところをね、テーマに、男性がなぜ既婚女性を好きになってしまうのか、そして男性にね好かれる既婚女性にはどんな特徴があるのか、そんなお話ご紹介をしていこうと思っています。もちろんここでご紹介差し上げた話全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。これも下の概要欄説明欄にリンクが出ています。そちらの方からホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページいただいてご希望の日にご入力いただいてお申し込みください。ということで今日は男性が好きになる既婚女性の特徴、またこういう理由があるから男の人は既婚女性を好きになる、そんなお話ね、6ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、無防備な気遣いをされるとね、男の人はそれだけで好きになってしまうんです。無防備というのは、あなたがねもうご結婚されてらっしゃるから、自分がねまさか恋愛対象だと思われるとは考えきないし、女として見られることなんていうのは全く想定外であると、人としてのお付き合い、人として当たり前の気遣い、人としての優しさをね純粋に発揮しているだけなんです。だからこそね男の人はそこに余計な勘違いをするというかね、バカだからね変なことを思ってしまうんですよね。あなたがこの人困ってそうやねとかね、なんか私力になれそうやねとかね、ちょっと場の空気明るくしたろうみたいなことで、気軽にね、感じよく声をかけてしまったりするじゃないですか。そうすると男の人はね、なんだろう彼女俺のこと好きなんかなとかね、なんだろうひょっとして俺に脈ありなんか、俺も好きかもしれないというふうに勘違いが始まっていく。特に、女性経験がねあまり豊富ではない男性なんかはそういうふうに優しくされることがあんまりなかったりするから、それだけでねスイッチオンになってしまったりすることがある。ある程度ねこう警戒しているというか、ある程度ねちょっと変な人には近づいてほしくないなと思っているような女性であれば、そういう心のブロックをね、作っていきながらお相手に接していくので、お相手もねそうかそうだよねっていうことで話終わってしまうんだが、無防備であるがゆえにね、男の人とすると、あれ純粋な気持ちで俺のこと好きなんかなというふうに思ってしまって結果ハマっていってしまうことがあるということで、そういう意味ではね、恋愛慣れしている既婚者、っていう人もどうなのかとは思いますが、そういう人よりはあんまりねこう恋愛慣れしていないというか、そういうこととは無縁な人の方が男の人は好きになってしまうことがある、そういう人だからこそ男の人はいいなというふうに、思ってしまうことがあるよねというそんなお話でした。そして2番目はこちらです。はい、これは分かりやすいですね。もう家庭的な雰囲気ですよね。実際にねご家庭がうまくいってるかどうかは別にして、やっぱりご結婚されてらっしゃる方ってそれなりにさ空気感っていうのがやっぱり家庭っぽさっていうのがあったりするわけですよね。特に独身な男性なんかでね、やっぱり家庭というものからちょっとこう遠ざかっていたりとか、既婚男性でもね、ちょっとこう家庭がうまくいっていないなとか、自分の居場所ってどっかいないかななんていうふうに、思ってらっしゃる方が、関わっている女性がねすごく家庭的な雰囲気を持っていて、すごく自分を受け入れてくれそうだ、この人と話をしているとすごく落ち着くよね、すごく優しい空気感だよね、何かねこう初対人みたいな話もちょいちょい交えながら、そしてちょいちょいね、何かこう、母親的な要素で接してもらえたりするから
こそ、まあ、男の人ってあこういう人と一緒にいたいなとか、まあ、一緒にして心落ち着くな、まあ、ドキドキするかというとそういう感じでもないんだけど、でも一緒にいてね、すごく心穏やかになれるというか、あ俺の心の帰っていく場所ってここなんだというふうに、まあ、思ってしまうことがあったりする。もちろんこれはね、男性側からの一方的な恋愛感情という話なんでね、これが例えばまあねダブル不倫みたいな話だったりするとあんまりこうね、どうなんでしょうかね、家庭的な雰囲気というか、まああんまりこう初対人みたいな話になってきたりするとそれがお別れの原因になってしまったりすることもあるよねなんていう話をこういう動画の中でご紹介させてあげたことあります。こちらに画像が出ていてこちらにリンク先もあるんでね、このあたりの話ちょっと思い出していただければいいんだけど、ただまあ一般的にはねこう家庭的な雰囲気に男性は惹かれるというか、まあそういったところに、自分のね心のまあ、渇きを癒してくれる何かっていうものを求めていってしまうことがある、まあ、だからこそ基本女性が好きっていうね男の人は少なくないというお話です。そして3番目はこちらです。はい、母親的な雰囲気なんですよね。まあ2番目にもねちらっと言いましたけど、まあ、男の人は結局生まれてから死ぬまで中学2年生ぐらいとね思考パターンと全く同じだから、そういう人はどこに帰っていくかっていうとやっぱり母親なんですよね。じゃあ母親ってどういう存在かっていうと、やっぱり導いてくれる存在だとか、時にね、あかんことした時に叱ってくれたりすること、まあちょっとねこういうあんた良くないよね、こういうことをやった方がちゃんといいんちゃうのとかね、いやあんたこういうこと素晴らしいよね、だったらこういう道を選んだ方がいいんちゃうのというようなことをまあ言ってくれたりとか、まあ、自分のリードをね少し握ってくれるような方、もちろんこれは、結婚してる人でも結婚してない人でもねそういう素養のあるなしっていうのはあるんだけど、まあ、多くの場合ねやっぱり結婚してる方が、まあ、持ってる特性としてはねやっぱり亭主を手綱でしっかり握ってたりとかね、まあ、子供たちをしっかり育てたりとか、まあ、そういう雰囲気があったりするから、まあ、それにね男の人は惹かれてしまうことがある、まあ、だから自分家のねお子さんに接するようにまた亭主を叱りつけるように、男性をね叱りつけてあげたりとか導いてあげたりするような女性というのは、まあ、大概モテるというかね、まあ、そういう人だから男の人はあやっぱり結婚してる女性っていいな、彼女とちょっと仲良くなりたいなというふうに、まあ、思ってしまうことがある、まあ、大概ねしかも年いったおっさんに限ってね叱られるのが大好きだったりとか、まあ、そういう母親的な女性が好きなみたいなお話はね、こういう動画の中でもご紹介させてあげました。こちらに画像が出ていてこちらにリンク先もあるんでね、まあ、この辺りの話ちょっと思い出していただいて、まあ、別にねあなたが、まあね結婚している立場で、まあ、そういう人から好かれないって話は別にしてもね、まあ、そういう人は男性に好かれますよねというそういうお話でした。そして4番目はこちらです。はい、家庭の悩みをね共有し合うことができる女性に対して男性はねやっぱり心惹かれてしまうことがある。家庭の悩みを共有できるということは、まあどうしてもね既婚男性というお話になってしまうんだが、やっぱり既婚男性にとって家庭の問題ってね相談する場所って実はあんまりないんですよね。男同士でね家庭の悩みを相談し合うことがあるかというと、まあ、実はあんまりない。仮にね相談することがあったとしても結局男同士の会話だから問題解決しなかったりするんですよね。そして、まあ、奥さんと話をしてそれで問題がすんなり解決すればいいんだけど、まあ、なかなかここもちょっと分かり合えなくてストレスになってしまうことがある、まあ、そこでねここでちょっと利害関係のない第三者としてあなたがいたりする。であなたもあなたでねやっぱり旦那さんとちょっとした問題があったりとか子供のことで悩んでいたりすることがあって問題が解決していないと、まあ、そういう時に、まあ、話し合っちゃったりするとあなんか俺のことを理解してくれるのこの人だけだなとかね、あこの問題は彼女と話をするとすごく問題解決していくよね、あれ彼女ってひょっとして俺のツインでいいかみたいなことをまだバカな勘違いをね男の人も始めるんですよね、まあ、だから気づいた時にはだんだんね、好きになっていく、だから言ってみたさ女性として好きかとかね、まああなたのパーソナリティが好きかどうかというよりはやっぱり悩みを共有し合うことによってなんとなくね人間関係深まっていき、そしてそこに信頼関係みたいなものが生まれていきながら、まあ、そこからね恋愛関係に発展していくというような、まあ、恋愛感情がね芽生えていくというようなプロセスだったりもするんだが、ただあんまりねだからそういう家庭の悩みみたいなものを異性間でやり取りをし合うと、まあ、大概ろくでもないことが起こったりすることがあるのでね、しかも今言ったように恋愛感情かどうかっていうとねちょっと疑わしいんだが、結果的に気づいた時にはね不倫の関係になっていて、気づいた時にはなんかねもうのっぴきならないというか抜き差しならないというような状態になってしまうことがあるので、まあ、これはこれでね、まあ、あなたがねその彼のこと好きなんだったらそれはそれでいいかもしれないし、彼もあなたのことは最初から好きだったらそれはそれでいいのかもしれないけど、
ただそういうことなしに、なんとなくね家庭の問題みたいなものをシェアし合っていくと、まあ、結果的にね、おかしな関係になっていったりとか、あなたがその気がなくてもお相手にそういうふうに思われてしまうことがあったりするから、まあ、これは注意した方がいいのではないでしょうかというお話でした。そして5番目はこちらです。はい、距離がね適切に保てるからこそ好きになる、まあ、これはねお相手が独身であろうが既婚者であろうが関係なく、やっぱりあなたには帰るべき場所がある、あなたには守るべき場所がある、あなたの立場はなんだかんだ言ったってやっぱり既婚者であって、パートナーがいるというそういう人なんですよね。そうすると男性としてみれば、あ、これはちょっと重くなくていいんじゃないかなというふうにまあ思ってしまうことがある。これ独身も既婚もですよ、どっかでねこうグイグイと来るよりも家庭にちゃんと彼女は帰っていくだろうな、まあ、こっちはこっちで自分のやりたいこともあるし、まあ趣味もあるし仕事もあったりするし、まあそんなにね深い関係になるというよりは、まあ、適度な距離感でお付き合いできる相手がいいな、そんなふうに思っている時にやっぱり既婚の女性ってっていうのは割とね都合がいいっちゃ都合がいいんですよね。これは既婚じゃなくて他にパートナーがいるだけの男性だったりすると、あ、女性だったりするとね、まあ別れてしまえばねこっち来ちゃうっていう話もあったりするんだが、既婚者であれば、まあ、そうそうねそういうことにはならなかったりするじゃないですか。まあ、そういう意味で男性としてれば、まあね、そういうカジュアルなお付き合いというかそんなに深く関わりたいとまでは思っていないな女性に対してというような男性にとってはね、まあ、既婚女性は、まあ、好きになりやすい対象としてね、まあ、考えやすいと、まあ、ただね都合が良すぎるように見えるかもしれないが、でもねまあ、追うリスクっていうのはさ、まあ、特に既婚男性なんかであれば、まあ、自分家のね、嫁さん、また、まあ、あなたとあなたの旦那さんっていうね、まあ、その裏切る相手の人数が増えたりするんでね、まあ、都合がいいようで実は本当は悪いんですけどね、まあ、そういうこともねよく分かんなくなっちゃったりすることありますからね、男も女もね、まあ、そのあたりも気をつけた方がいいのではないでしょうか。さあ、そして最後6番目はこちらです。はい、たまたまね既婚者だったっていうことはこれはもうあります。これはしょうがないですよね。まあ別にあなたは既婚者だから好きになったかどうかっていうことよりは、まあなんとなくねやっぱり出会ってなんとなく気づいた時には好きになってしまったっていうことは、ほら男も女もあるでしょうと、男と女、人と人、出会ってみないと分かんないことはある、いつかどっかで事故が起こることは必ずあるんです、100% とは言わないが 0% でもないんです、男と女で関わっている以上そういうことがあったりもするので、あなたがね既婚女性で、そして、まあ、お相手が結婚してるかしてないかに関わらずちょっとねあかん道に行ってはいけないなともし思うことがあるのであるならば、まあ極力ねそういうシチュエーションにならない、まあ君子危うきにという話じゃないけどさ、関わってるとねお相手もそういうつもりがなくてもそういう気持ちになってしまうことがあったりするから、まあ、そこはねお気をつけになった方がいいのではないでしょうか。まあ今言ったようにね、まあ、ご縁があればどうのこうのっていうのも話もあったりするんだけど、男と女はいつどこでどうなるかね分かんなかったりするんでね、こういう、画像、過去動画をご紹介させて上げています。こちらにリンクも出てますし、関連する動画はねこれまでもこのチャンネルではいくつかご紹介させて上げています。チャンネルご登録いただいてね合わせてご覧になっていただければいいんだが、あなたがね既婚だからとか、独身だからとか、まあ、彼が既婚だからとか独身だからということ関係なくね好きになってしまったら既婚女性だったということもあるよねと、こればっかりは防ぎようがないから、防ぐとするならばずっと前の段階、そういう関わりを持たないようにするというところから防いでいくしかないというそんなお話でした。ということで全6項目ご紹介を差し上げました。まあ、あなたがね、ご結婚されていてその関係がうまくいかなくて、まあ、他にパートナー作っていかなきゃいけないな今後はねというふうにお考えだったらば、まあ、こういうところをね、まあ、男性に見せることによって彼の気持ちをこちら側に引き寄せることもできるし、逆の考えでいくならばちょっと余計なことしたくないし変な人とね関わってほしくないし、まあ今更ねこの家庭を崩す気もないからちょっとね、近寄ってこないでと思うときは、まああえてこういうところをね見せないように注意を払うというのも、まあ、考え方としてはありじゃないでしょうか。最後の方でも言いましたけどね、まあ、男と女、人と人出会ってみないと分かんないこともあるし、出会って関わっているとねどっかで事故が起こってしまうこともある、まあ、そのね、事故を意図的に起こすか、まあ、起こさないようにまあ、対策をするか、それはあなたの選択、あなたのご判断ということではあるんだが、ただ男性側の視点としてはね、こういう素振りを見せられたりとか、こういう特徴のある女性は、まあね、好きになってしまうことがあるよね、結婚していても、いや、むしろ結婚しているからこそ好きになってしまうことがあると、まあ、そんなお話なので、参考にしていただけるようであれば、参考にしてみてください。現場からは以上です。